5号線あっちだ。絶対たどり着く。
よし、一歩前進。あのお方の愛を感じよ。何なの？いいものありそうなのに。
あそこどうやって行くの？それで何があんの？これでよしっと。
なるほど。よし。ダメか。物色させてもらおっと。
え？この町物資だらけなんだけど。よし、戻れたぜ。あんなとこには絶対戻らねえ。この話せ。
あの明かりは奴か。ウルフだと思ったわけ？もっと慎重にね。Huh?
違う。
か正直に進まなきゃよかった。最低。どうやって入ろう。私っては天才。病院発見。くそ、思ったより遠い。
さあ。ああ。こいつウルフか。いい君。やば、ビビった。まずいよね。ひどいやられっぷり。
話？
降りられないか。中に戻んなきゃ。
出口あるはず。よし、行くよ。やば。Woo!
やば。
さっさと出よう。それでここ一体どこ？今はここでしょ。んで病院はここか。公園突っ切ろう。
ノラが吊るされてなきゃいいけど。
この先に病院がある。あの検問所を抜けてこう。よし。
いけそう。
れそう。頼むよ、やめてくれ。アイザックの計画を教えてやる。だから、罪にまみれた怪我者、俺のせいじゃない、解放を。嘘だろ、そして我が愛の感じ、待て、やめろ、まずい。解放されたな。解放された。生き残りを探すぞ。お導きください。リリーの話聞いたか。聞いた、恥知らずめ。まあ予想はしてたけれど。あいつの姉もな、正直驚いた。母親がかわいそう。様子が変だと気づいてもおかしくないだろう。
Huh?
よそ者だぞ一人逃がした。 やっと片付いた。この町最悪。そんで病院はどこにあるの？
ぶっ殺してやる。
待ってな、ノラ。
何が入ってるの？Thank you.
叫んだら殺す。手を挙げて。ねえ、落ち着いて。ノラってやつ知ってる？知ってる。どこにいるの？病院だよ。病院のどこ？上の階から荷物運び出してるからそこにいるはず。くそ。やっぱ。そろそろ任務完了だったよ。やった、彼女が基地で待ってるのよね。まさかお前また行かなきゃ。任務かよ。サボってるわけじゃないでしょ。だろうな。たく不公平だ。まあなんていうの、兵士が彼女だと会うのに都合いいんだよね。そうかい、覚えとくよ。やば、スカーが近くまで来てる。奴らをぶっ殺してる音かもな。ねえ、みんなを基地に召集してるんでしょ。アイザックは市内を根こそぎ取り戻すつもりらしいぜ。あいつらに攻撃仕掛けるんだって。なわけあるかよ。前回どうなったか知ってんだろ。アイザックだってバカじゃねえ。だってそう聞いたし。今音がした、見に行ってくる。
何か動いたぞ。俺が行く。あいつらのエッセ、気味悪いよな。エッセいう化石が。いつの間に侵入されたんだ。さあね。くそ。何かいた。行くよ。何かいるよ。確認してみる。さあ行って。
ほら行って。なんかいた？今どこ？カイラ！返事してよ！誰かあいつを見たか？やった！うわっ！
の女だ。行くよ。やめろ！やった。うわっ！
ノラあんたなの。アビーがいたってこと。バカにすんなよ。あいつがどこに行ったか吐け。アイザックに何か聞かれたら、私は思ってること伝えるから。好きにすれば、ったくくだらない。ノラ、巻き添えはごめんだからな。静かに。それを置いて。久しぶり。ねえ、覚えてるでしょ。何の用？アビーがいたよね。どこに行った？知らない。撃ったら銃声でみんなが集まってくる。でもあんたは殺せる。奴の居場所を言うなら逃がしてやってもいい。見逃してあげたでしょ。そもそも初めからジャクソンに近づかなきゃよかったんだ。アビーはどこ？叫び声にうなされる。何？毎晩思い出す。そう、あいつは殺されて当然のクズ。ぶっ殺す！誰か！みんなだよ！誰か！
の？待ちな！電源が入ってる。どうでもいい、侵入者を探しな。あんたもじきに死ぬんだ。
アビーはどこ？なんで王子吸ってるのに。あんた、あの時の。あんた、ファイアフライ。ファイアフライなんてもういない。アビーはどこ？行ったところでどうせ私を殺すんでしょう。言えば楽に死ねるよ。それとも苦しんで死にたい？あの男がしたことで一体何人死んだか分かってんの？で、どうするの？友達を売るつもりはないね。私、エリー、大丈夫？お前それ誰の血だ？あいつ見つけた、この水族館。腕を上げて。口を終わらせた。ほら、もう大丈夫。どこにも行かないで。
いろんなもの置いてったんだ。お願い、なんか残ってるはずでしょ。なんでいなくなったの？何これ？これ私？みんなもういなくなった。私はまだどっちに加わるか決めてない。私はあの男と女の子を追うって意見に賛成したけど、万が一あの子や他にも免疫のある人をこれから見つけたところでどうしようもないって。ワクチンを開発できる人はもうこの世にいない。免疫のある人をこれから見つけたところでどうしようもない。ワクチンを。エリー、よかった。何考えてるんだ。
真夜中に突然出てくなんて。なぜ黙っていった？書き置きだけ残されたら。教えて、ここで何があったか。また嘘をつくなら私は出ていく。もう二度と戻らない。でも本当のことを言うなら、それがどんなことでも、ジャクソンに帰る。ねえ、言ってよ。ジョエル。ワクチンを作っていたら、お前は死んでた。だから止めた。待ってよ、なんで。私に指一本触れないで。ジャクソンには帰る。でももう終わり。